新透明マリオ。透明になれる。はい。え、おっとっと。上に行って、マリオどこ？え？え待って、え今何が起きた？え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 すごい！え待って待って待って、地形が下と一緒になってる。え待って、どういうこと？待って今何が起きたの？あ踏めた踏めた。この辺にファイヤーがある。ファイヤーがある。あれファイヤー。あれファイヤー。ファイヤー。あれファイヤーどこ？ここ？ここ？あれどこ？ファイヤーがない。やったファイヤー。ファイヤー、あ、ファイヤー、ファイヤーゲット、よし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 。え、待って、今のどうなってんの？ちょっと後で動画見返したいな。うわ、すごいな。え、どうなってんのマジで。コインがあるから場所がわかりやすい。ちょっと一段上がって、もう一段上がって、一気に行く。よしよし、いいよいいよ。からの、今、ここにいる、ここに。みんなわかる、ここにいるよ、ここ。そして、こう下に降りて、でもって、ここオンオフを押す。またここオンオフを押して、ここ上に行ける。行けてるこれ、行けてる行けてないね。あ、行けた行けた。行けてる。で、ここ出てきた。今出てきた。出てきて、壁に一番近くにいる。50コイン欲しい。50コイン欲しい。あー、違う、これ50コインのとこじゃない。待って。ジャンプ。ここ、OK! 50コイン取れた。痛い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 。死んじゃう、死んじゃう。コインだけは絶対取りたいにき。待ってよ、待ってよ。これどうなってんだ？なんで消えたの？すごいね。方法切り替えて、待ってよ、これで。ここ。よし。からの、ここ。オッケー、これでいけるか、これでいけるか。で、こうだ。よしよしよし。よしよし、危ない危ない。ドッカンと。すご。はい。これは下に行くでしょ。これは下に行って、下に行くでしょ。下に行って。できた、できた。こう。キノコは、キノコこうか。こっち行ってからここ。違う、ここ、ここ、どこ、ここ。取れた、取れた、取れた。みんなわかる？今何やってるか。これ大丈夫か？放送事故みたいになってないよね。大丈夫か？今、一番右の壁にいます。そしてこっち。よし、行けた、行けた。次、右。よし。オッケー、次、上に上がって、降りる。降りて、しゃがむ。しゃがんでコインが取れて、こっちコインを取る。わ、なんだこれ、すごいな。待ってよ。コインを取って、ここ上がる。上がる。あ、待て待て。10コインが欲しい。10コインが欲しい。10コインが欲しいから、ダッシュ。ダッシュ。オッケー。ダッシュで取れた。でも、ファイヤーがあったら、あっちの左の扉に跳ねたのか。あとで試してみよう。あとは、あ、これでゴールね。これでゴール。オッケー。これで、右にゴールと。すごいね、これ。さあ、ここまでファイヤーできましたよ。ここまでファイヤーできたから、あとは、こう下ダッシュして、こうファイヤーが溶かせるから、ファイヤーが溶かせて、ダッシュしゃがみしてこう。あ、違う違う、あ、違う違う、違うよ。ダッシュしゃがみしてこう。え、できてる？できて、できてないね。しゃがみ。できた！できた、できた！これでこう。いけるいける。あれ、今どこ？え、なんで？え、なんで？そして、しゃがんでこう。オッケー。これで、こう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 、いきた！どこにいたの今？よーし、頑張る。今度こそ、はい！よしよしよし、これで、ダッシュして、ダッシュして、一番左まで行って、ちょっと歩いて、こう、こう。やった！入れた！よかったやっと行けたよ、隠し。あ、隠しルートは？もしかして？こっちか。あー、この、ずっと上の方置いてたけど、今回はこの下の見えていた方を進むってことか。よかった、いけて。いや、めっちゃ難かったんだけど、隠し。思った以上に難かったわ。よいしょ。でもって、ここは、そう、こうやってね、こうしてたの皆さん見て、こうしてたんです。こうやって、上でどうしてたかというと、こうやって、ここに入って、チャリーンというコインの音を聞いたりして進んでいた。あとは、ま、コインの音がね、頻繁に聞こえるんで、それとかバネの音とか、そういうのを見ながら、こうやって、うまいこと進めるようにやってたっていう感じですね。いや、いいね。こっちに行けるから、こうやってましたよっていうのも見せることができていいね。ここはチビだったらいけるけど、今はいけないから上からこうやって行ってて、
ここも結構難かったね。ここも見えないからどれぐらいのジャンプっていうのがちょっとわかりづらくって、で、あとはまあ右をずっと押しながら、ブラパが去っていったらこっち降りてから下を押してた。で、この3枚コインが鳴る音がしてたんで、それを聞いてからこっちと。で、持って、この辺はコインを先に取ってしまって、あ、これでも下は取れなくなってるんだね。下も取れるかと思ったら、下は取れないんだし、Pが。だからここは、絶対入れなくなってる。ここも入れたらなんかまた、それはそれで面白かったけど。じゃあこれであとは、ここでゴールができると。いや、すごいね。いや、本当に透明マリオみたいだった。操作感がマジで透明になっただけのマリオっていう感じだった。いや、これは面白かった。皆さん向ければ遊んでみてください。これタイトル、新透明マリオってシンゴジラとかシンウルトラマンと書けたのかな？なんかそんな気がするな。はい、ということで、皆さんも遊んでみてください。気絶中のトゲゾウ。気絶中のトゲゾウ。あー、これかな？これかな？これが気絶中のトゲゾウ。あ、なるほどね。だから、クレーンでこう掴みまくって、起き上がれないようにしてる。痛い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 。痛い、来た、よし、そういうことだね。これダメージを食らってチビになってこっちに行きなさいって言われてるね。じゃあこっちに入っていきましょう。 OK、 これはだからこうして、なるほど、トゲに当たっちゃったら食らっちゃうから、なるほど、あー、これをうまく使ってトゲに当たらないように。えー、いや、これすごい面白いね。すごく面白い。ほい、だからトゲゾウがよいしょ、こっちこっちこっちに行って、これトゲもね、ちゃんと判定があるんで、そのトゲが当たらないようにこうやってうまく回避していくんだ。いや、これすごいいいアイデアだね。上に上がっていってポンと、そしてこっちこっちに持っていって、こっちに持っていって、こうだ。でね、道を開けて進んでいくんだね。いや、これいいな、これすごくいいな。ほい、これで進める。よいしょ、これはこれも同じように、あ、これでいけるか。あー、待って待って、これでよいしょ、こうだ、ほいほい。次は次は次は、なんか広いぞ広いぞ。ポン、あ、これでいけそう。あ、まだいけない、まだいけない。こっち、待って待って、時間制限付きだったのか。初めて気づいた。待て待て、急げ急げ。時間ないぞ、時間ない。あ、待て待て、これでいける。待て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 、よしよし。どうしたらいい、これどうしたらいい、どうしたらいいの、これどうしたらいいの、これでいけるか、ギリギリいけるか。いけた。よしよし。あ、でも程よいね、時間制限も程よい。中間を取って、なにこれ、どうしようもなくないこれ。あ、起き上がった瞬間こうだ。あー、すごい。しかもこの状態で重なるの、この状態で止まるんだっけ、トゲゾウって。そんな仕様あったんだ。じゃあ、あとはこれが起き上がるときに勝手に上に行ってくれるから、よいしょ、こうか。すごい、そんなことできたんだね。じゃあこれで、ゴールと。あ、本当に気絶してるわ。バイバイトゲゾウ。すごい、表向きの気絶した姿ってあんまり見ないね。こう、うまいこと、クレーンを使ったらだから作れるっていうことなのかな。いや、これ面白かったね。皆さん向ければ気絶中のトゲゾウ、遊んでみてください。それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。